オートミールで太ってしまう人の特徴5つお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では項目の1つ目です。なぜ本来痩せる効果が高いオートミールを食べているのにもかかわらず太ってしまうのか、もしくはなかなか痩せないってね、効果が出すことができないのかっていうその理由があるんですよね。そもそもまずそのことをお伝えする前に、オートミールがどれほどダイエット効果があるのかということをポイント3つに押さえてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目です。オートミールは腸内環境を整えてくれる食べ物ですよね。やはり痩せるためには根本的に痩せ体質になっている必要があるんですよ。そのために何をすればよいのかというと、まずはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってくるんですよね。そうすることであなたの腸内に住んでいる腸内細菌、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちのまず種類を増やしてあげること、そして餌を与えてあげて、いつまでも心地よくね、あなたの腸内で、わあここ気持ちいいな、ずっと暮らしたいなってね言ってもらえるように、いかにあなたがですよコントロールしてあげるか、できるかできないかというのがダイエットに成功するかしないかに今かかっているわけですよね。そのためにはやはりその痩せ菌たちが喜ぶ餌をね食べてあげないといけないわけですよね。それがその、まあ、たくさんある中の一つがこのオートミールなわけです。二つ目です。栄養価が高いんです。大事ですよ。よくダイエットあるあるですけれども、いろんな食事制限をしすぎてしまった結果、全く栄養が取れずに逆に太ってしまうという方もねいらっしゃるくらい、ダイエット中だからこそさらにですね、普段のお食事から栄養をしっかり取る必要があるんですよね。そうしないとあなたは食べても食べても、例えばその栄養価が足りないという場合は、せっかく痩せホルモンをこう作るチャンスをね逃してしまうわけですよね。やはりそういったホルモンバランスやいろんな臓器がしっかり本来のパフォーマンスをですね最大限にこう上げてくれるためには、やはり栄養がないとね、もう彼らだって困るわけですよね。いやちょっともう僕たちも栄養もらわないとねって、働けないよって言ってるわけですよね。なのでしっかりと栄養を取る必要があるわけです。3つ目です。脂肪の吸収を抑える効果があります。これ大事ですよね。もう今まで溜め込んできた脂肪をこれ以上溜め込まないということが大事ですし、その次は溜め込んだ脂肪をいかに燃やして消費することができるのかっていう、そこにねダイエットってかかってますから、まずは脂肪の吸収を抑えてもらうということも大切になってきます。では2つ目の項目です。何をということで、今回はもちろんテーマがオートミールですから、本来オートミールが持つそのダイエット効果がうまく発揮できていない方法をとっている方が逆に太ってしまっているということなんですよね。もちろんオートミールっていうのは太る原因です。糖質ですよね。糖質を取る、お食事をね取ると大なり小なり血糖値ってね上がるようになっています。ただその血糖値をいかに急激に急上昇させず抑えることができるのかっていうのがね、やはりダイエットの鍵なんですよね。鍵を握ってるわけです。なので食事をとれば血糖値が上がります。でそれを下げるために膵臓からインスリンっていう、別名デブホルモンがね出てしまうわけですよね。抑えるために出てくれている、それまではいいんですけども、その結果ですね、そのホルモンがあなたの血液中にあるその糖分を、わざわざ脂肪へと変えてくれるっていうね、この働きを、してしまうわけですよね。ですからこの働きが分かっていれば、じゃあどうすればよいのかというと、いかにこのインスリンのホルモンを出さないように、出すぎないようにですよね、抑えることができるのかのに、ポイントになってくるわけです。その時にこのオートミールが活躍してくれますよってことなんですよね。ただこのオートミールの食べ方を間違えてしまうと、逆にこの血糖値をあなたはもしかしたら急上昇をね毎回毎回させてしまっていたんだっていうね可能性があるんですよ。
では3つ目の項目です。どのようにということで、ではどのようにこのダイエット効果が高いオートミールを太る原因とさせずに賢くですね食べて痩せることができるのかという5つの、ね、特徴をお伝えしていきたいと思います。その前に、あなたは今オートミールどのように召し上がっていらっしゃいますか？私は今2種類自宅にあるのを持ってきたんですけれども、こちらです。無添加の、オートミール、オーツ麦 100% 使用のクイックオーツ、砕いたタイプと、このロールドオーツ、麦のまんまの、形が残っているもの、これがね、もちもち感とか歯ごたえとか食感が変わってくるので、いろんなレシピに合わせて私は使い分けています。でまたオーガニック原料を使っていて、安心安全の、質の良いものを選んでいます。なので、あなたがもしね、今お手元にオーツ麦、オートミールをお持ちであれば、こういった材料もチェックしていきましょうね。で、オーツ麦というのはもう腸内環境を整えてくれますし、食物繊維も豊富で低 GI 食品、要は血糖値の急上昇を抑え込んでくれるものですよね。で、タンパク質も豊富ですし、何よりも、ビタミン、ミネラルがありますから、やっぱりホルモンも作れるということになりますよね。で、白米よりも低カロリーということで、こんなにもダイエット効果があるオートミールが、今からお伝えする残念なね、オートミールを食べても結果が出ない方、逆に太ってしまう方の特徴を5つに分けて最後お伝えして終わりたいと思います。では、オートミールを食べても太ってしまう、もしくは具合悪くなった、便秘になったとね、なかなか効果が感じることができない方へですね、ここ必見ですね、5つの特徴をお伝えしていきます。まず、太るオートミールになってしまっている方の特徴、1つ目は質が問題です。先ほど少しお見せしましたけれども、私が使っているこのような、やっぱり無添加のものですよね。しかもオーガニック原料を使ってあるものがおすすめなんですよ。特にね、このタイプが違うからといって効果が変わるわけではないです。食感とかのね問題になってくるんですけれども、ポイントは無添加で良質のものなんですよね。まずは例えばこういったオートミールを使った他のいろんな商品ってありますよね。例えばすごくお砂糖が添加してあって、甘い味付けがそもそもしてあったりとか、余計な香料とか化学調味料とかですね、いろんなドライフルーツとか、こう甘いものが余計にいっぱい入ってるものをいいんだと思って召し上がっていらっしゃる方っていうのは、もちろん逆に太ってしまいます。糖質の取りすぎ、カロリーオーバーなんですよね。なので、いろんな混ぜ物が入っていない、しかもオーガニック無添加のこういった質の良いものをまずは選んでいきましょうということです。ですから、もし今あなたのご自宅に買っていらっしゃるオートミールのですね、こういった袋裏の原材料を見てみてくださいね。うわ、今先生が言ったの全部入ってたっていう方は、それはですね、残念ながら太るオートミールということになります。2つ目です。量ですよね。いくらですね、オートミールってダイエット向けで、美味しいですよね。いろんなこう調理方法あると思うんですけれども、そればっかりですね食べてるっていう時はですね、 NG です。どんなに美味しいダイエット効果があるオートミールでもですね、やはり1回分はもうお子様、子供茶碗に軽く1杯程度、もしくは3分の2ぐらいかな、それぐらいの、1回どんなに多くても 30g までですよね。で、またそのオートミールだけ召し上がるってあんまりないと思うんですよね。やはりいろんなトッピングとか味付けとかする方がいらっしゃると思うので、そういったカロリーも総合的に考えると、そのオートミールだけでね、 30g 以上も毎日こう大きい茶碗にいっぱい山盛りみたいな感じで召し上がってしまうのは NG です。もうそれはそもそも食べ過ぎということになりますよね。では3つ目です。味付けの問題です。先ほど1番目にもお伝えしましたけれども、甘い味付けがしてあるものをそもそも食べていたとか、または逆にもうこのシンプルなね、こういった無添加のオートミールなんだけれども、後のせでたっぷりのお砂糖とか、たっぷりのシロップとか、たっぷりのドライフルーツとか、そして牛乳とかですね、ドバドバかけて、もうボール1杯、お腹いっぱいみたいなね
感じで召し上がってしまいますと、やっぱりそれはね、味付け、要は調味料系のカロリーとか、まあ、添加物で太ってしまっていたっていうね、可能性が高いですから、やはり味付けというのはとっても大事になりますよね。4つ目です。あとタイミングですよね。あなたはそのオートミール食べ始めて、そのどのようなタイミングで召し上がっていらっしゃいますか？例えば朝とお昼食べずに夜白米の代わりにオートミールっていう方はですね、やはり同じ炭水化物系ですよね、糖質が含まれてますから、夜向きではないですよね、夕食向きではないです。私のおすすめはやはり朝食か昼食にこのオートミールを召し上がっていただいて、しっかりね、やはりこう日頃の日中のエネルギーとして、まあ、糖質も必要ですから、そのタイミングではいいと思うんですけれども、やはり夜にですね、そもそもその炭水化物を摂るというのは、特にダイエット中の方はですね、そんなに必要ないです。でその代わりですね、しっかりとタンパク質とか食物繊維を50/50摂ることで、お野菜にも糖質って入ってますから大丈夫ですから、そういったところで、まあ、糖質がもう元々摂れますので、もう夕食っていうのは普段もう活動するお時間ではありませんから、わざわざオートミールを摂る必要はないっていうことですよね。逆に食べてしまうと、もう全吸収ですからね、太ってしまいますよってことになります。でまた5番目、食べ合わせですよね。このタイミングとか味付けとかね、まあ、全てに関係してくるんですけれども、いくらオートミールがね、痩せる効果があるといっても、オートミールばっかりのばっか食べになってしまってはダメですよ。栄養が足りませんし、便秘になってしまいます。このオートミールは不溶性の食物繊維も豊富に含まれているので、要はもさもさした、まあ、さつまいもとかごぼうとか、ああいう繊維質のもさもさしたのとやっぱり一緒なんですよね。なのでもともと便秘の方とか胃腸がお弱い方がこのオートミールばっかり食べてしまうと、便のかさがどんどん増えてしまって、要は詰まってしまうので、よくごぼうとかさつまいもがね、食物繊維がいっぱいだから便秘にいいんだろうと思って、そればっかり食べてる方が逆に便秘になるっていうのと同じです。なのでやはり食物繊維にも2種類あって、水溶性と不溶性で、こういったもさもさした方は不溶性なので便が詰まってしまうんですよね。なので不溶性といって、そのネバネバ食品ですよね、海藻とか里芋とかオクラとか、こうネバネバしたものを水溶性として取り込むと、その便秘も解消になりますし、オートミールからくるその便秘にもなりにくいので、まあ、バランスよくということです。なのでポイントはオートミールだけばっか食べはしないということですよね。そして食べ合わせとしては、しっかりとタンパク質と、そういった食物繊維をバランスよく、まあ、50/50の割合でプラス、まあ、オートミールという形で召し上がっていただきますと大丈夫ですよってことになります。さあ、いかがだったでしょうか。今回は太るオートミールの食べ方、まあ、残念な方の特徴5つということで、こちらご紹介してきました。1つでも私のことだとね、思い当たった方、あなたはいかがですか。いらっしゃいましたら大丈夫ですよ。今からこれを全部ね、1つずつクリアしていかれたら大丈夫ですから。私もそうしています。なのでどんなにダイエット向きのものでも、やはり食べ方や方法、量間違ってしまうと逆に残念な結果になってしまうんですよ、ということで今回この動画をご準備しました。ぜひあなたのダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。